6月12日、テレ朝、島田直樹事件をお伝えします。正しい記者が小池由里の不正を追及すると、悪に染まった島田記者は、すぐに、遮りの質問をして、小池由里の遁走を助けたのです。ご覧ください。ただ、学歴詐称疑惑が取り上げられていることに記者が触れると、昨日は長男に大学さんがね、すみません、ありがとうございます。はい。今日は、その時のカラーで無事のことを知られますけれども、それについて本日はこういった発表を知らせていませんが、今あの公務をしっかり来ておりますので、それはそれ別あのメリハリつけたそのような対応していきたいと思います。島田記者ですが、小池由里の犯罪質問をはぐらかしたという貢献に関して特別ボーナスをいただきました。島田記者は早川会長と健城徹委員長と固い握手をしました。島田さん出てこいよ。なんでテレ朝前にかけ質問したんですか。いや、時間配分おかしいじゃないですか。握手したんだよ。なんで質問してるの。質問してるところだと思う。ちょっとこう。なんで遮ったんだよ。じゃあ、なんでね、他の人の質問を遮って、最後くだらない質問をギリンとかして、それで終わってしまったんですか。他の質問にも、答えるべきでしょう。いや、それをなんでこうやってアシストして、都庁の記者クラブの記者会見自体全体がこうやって何も答えさせないまま行かせてしまうんですか。だってこれは記者クラブの主催ですよね。だったら止めればいいじゃないですか、記者クラブが。私はもう幹事社でやってましたけど、そうやって止めてましたよ、朝日の時は。バランス悪すぎるんじゃないですか。なんでさ止めないんですよ。おかしいです。終わってないだろ。まだ途中だって止めればいいじゃないですか。ちょっと知事と相談してたんじゃないの。裏を合わせて代表だけ質問させようって相談してたんじゃないの。島田さん、いや我々もコントロールできる部分とない部分、そうですよね。もう一回やり直してくださいよ。呼び返して交渉して、もう一回記者会見呼び返して、ちょっと冷静にね。なってないからちょっと交渉してもう一回やってきてください。ちょっと冷静に言いますけれども、今の会見は、先ほどのお話はあるんで、いや、ちょっと聞いてください、今の会見は、寺浅さんがずっと聞いて、佐藤さんが聞こうとしたにもかかわらず、寺浅さんが島田さんが遮って最後聞いて、そのまま終わっちゃいましたよね、それは、この都知事の参戦出馬っていう非常に大事な会見において、質問を独占し、そこで全部終えるというのは記者会見になってないんじゃないでしょうか。これは都民に対する説明責任を果たせてないと思うので、もう一回やり直してください。はい、じゃあ交渉していってください。今の意見をそのまま伝えて。したい質問があったのに、ちょっと質問したい質問があったのにみんな聞けなかったんですよ、ね、島田直樹記者の関連犯罪の追及はこれからです。